半島戦争、半島戦争、半島戦争、1808年から1814年、半島戦争、スペイン独立戦争、半島戦争、スペイン戦争、フランス戦争は、ナポレオン戦争中イベリア半島で、スペイン軍、ポルトガル軍、イギリス軍の連合軍と、フランス帝国軍との間に戦われた戦争である。日本では、スペイン独立戦争、または、 スペイン反乱としても知られている。この戦争はハンマーと悲しきの役になぞらえられている。すなわち、ハンマーとはアーサー・ウェルズリーに率いられた4万から8万の軍勢からなる英保軍であり、それによって悲しきであるスペインの軍とゲリラとポルトガルの民兵軍の上で紛ス軍が打ちのめされたのである。戦争はイベリア半島の性質に大きく左右された。 土地が貧しいイベリア半島では、大軍が侵攻しても侵攻先の食料が足りないため、その軍を養うのが難しく、フランス軍はピーク時で30万を数えたものの、軍を集結させることができなかった。小部隊によるいくつかの地域で限られた期間での戦闘を求められ、決定的な結果を出すのには困難を極めた。この戦争は、スペインとポルトガルの社会的、 経済的構造を破壊し、1850年まで続く大規模な内戦と半島戦争で訓練された将校に導かれた荒れクルー解放の時代の先駆けになった。また、この戦争をきっかけにして、ポルトガル、スペインの植民地だったラテンアメリカに独立運動が起きた。1806年にナポレオン一世は大陸諸国に英国との通称を禁じる。 大陸封鎖令をベルリンで宣言した。しかし、中立を維持する二つの国、スウェーデンとポルトガルはナポレオンの通帳を拒否したため、ナポレオンは武力を持ってこの両国に大陸封鎖令を強制しようと画策し始める。1807年のティルジット条約の後、スウェーデンはロシア帝国と戦うことになり、ナポレオンは残るポルトガルの攻略を決定した。 1807年10月27日、スペイン首相のマヌエル・デ・ゴドイとフランスは、フォンテーヌ・ブロー条約に調印し、ポルトガルは、キタル・シタニア王国、アルガルベ・コ領リョ及び残りのポルトガル王国の3つの王国に分割されることとなった。スペイン及び、ポルトガルの人々のリベラル派、共和派、急進派の間には、1807年までに、ナポレオンが著しく明確に、 リベラルと共和制の思想を放棄していたにもかかわらず、フランス侵略に対する潜在的な支援があった。侵略以前でさえ、フランスビーキを意味するアフランセサドという用語が、啓蒙主義的思想とフランス革命を支援するものを指して使用されていた。ナポレオンにとっては、戦争と国の政権の指揮のために、これらアフランセサドの支援は頼るべきものであった。 しかしナポレオンがスペイン王に据えた兄、ジョゼフを通して、封建的である聖職者の権限を一掃することを有言実行した一方で、すぐにほとんどのスペインのリベラル派は、それがもたらした暴力と残虐行為のために占領に反対するようになった。1807年11月、ナポレオンはポルトガル摂政ジョアン王子、後のジョアン六世が、 大陸同盟への参加を最終的に拒絶したのを受けて、ジャン・アンジュノを指揮する部隊に、ポルガル攻略を命じ、スペインに送った。同時に、スペイン首相、マヌエル・ゴドイがナポレオンの移任を受けて、デュポン将軍率いる部隊をカディス方面に送り、スールト将軍の部隊をコルナ方面に送った。ポルトガル占領と艦隊ラッシュを目論んでいたのはゴドイも同じで、 スペイン軍に腰し弾をフランス軍と合流させている。両軍の進攻に対し、ポルトガルのシトリスボンは、守備隊がイギリス軍の攻撃から港湾と海岸を守るのに配置されていたため、抵抗もないまま、12月1日に攻略された。しかしすでに11月29日に、ポルトガル女王マリア一世と、摂政女王王子本人、そして6000人もの人々、 艦隊の9000人の船員がそれに加わるが艦船に乗って逃亡手より、ジョアン王子に、ブラジルを含む海外の植民地の統治の継続を可能とした。それはナポレオンにとって大きな打撃となり、そのことは、セントヘルナ島の記念碑に、これが私を滅ぼした。イキム・エ a ペルデュと記されている。普通、西軍のポルトガル占領を補強する口実として、 ナポレオンは軍をスペインの要衝に派兵し始めた。結果パンプローナとバルセロナが1808年2月に占領された。外国軍の進駐を受けたスペインでは貴族たちによる政変が発生。カルロス4世は退位。彼が用いていたゴドイは失脚。代わってフェルナンド王子がフェルナンド7世として即位した。それを受けたナポレオンは スペイン王家をバイオンヌに追放して5月5日に親子二人ともに退位を強制しスペイン王位を自分の兄ジョゼフに与えたのである9月のスペイン議会はこの新王を承認したジョゼフは改めスペイン王補正一世が改革を断行するためにスペイン統治を強化しようとするとフランス人支配を嫌う人民の反乱を引き聞くことになった月日マドリードの市民は フランスの占領に対して暴動を起こしたのである。しかしこの砲儀はミュラによって粉砕された。マドリードの砲儀はスペイン全土に広がった。それまでイギリスは海戦では輝かしい勝利を何度も収めたものの、大陸における陸戦で中途半端なヘマと相次ぐ敗戦で1809年のアルヘレン遠征を最後に面目を失うというのが特徴った。 強力な同盟なしでは、イギリス陸軍はフランスに対して、勝利は望めず、イギリスは未まだ、ヨーロッパ大陸に足がかりを築けないでいた。そういうわけで、ポルトガルはナポレオンとの戦争で、イギリスが支援するのを拒否したのである。スペイン軍は、7月16日から19日にかけての、バイレンの戦いで、ピエール・デュポン式のフランス軍に対し劇的な勝利を収め、 一万五千人以上の捕虜を得た。この戦いで、ホセ一世は、マドリード撤退を余儀なくされた。6月18日にはポルトガルでも反乱が起きた。ポルトガルとスペインでの人民の反乱は、イギリスに介入の誘惑をかきたて、王公貴族でなく人民が、大いなる侵略者に反乱を起こしたというイギリスの宣伝通り、これまでのナポレオン戦争ではなかった展開を見せる子に、 1808年8月に、イギリス軍は、少々サー・アーサー・ウェルズリー指揮のもと、ポルトガルに上陸した。ポルトガルの将軍率いる全英部隊が、将軍率いる仏軍の一隊を阻止している間に、ウェルズリーの本隊は、ドラボルで将軍指揮下の仏軍を8月17日、ロリーサの戦いで破った。8月21日に、英保、保イコールブドウ道牙、イコールポルトガル軍は、 受ー将軍指揮のフランス軍と激戦を交えた。ウェルズリーの注意深い管理、強い指導力そして妥当な戦略により、英法軍は戦線を維持するフランス軍と、その同盟軍を跳ねのけた。しかし、勝利したにもかかわらず、ウェルズリーは軍人として若すぎて、ポルトガルに新たに補強された遠征隊を指揮できないとみなされ、ウェルズリーの地位はハリー・バラードに変えられてしまった。 バラードが死ぬと、次はヒューダルリンプルが任命された。一連の勝利で、物議を醸したシントラ協定に基づき、1808年8月、ポルトガルからフランス軍が撤退することになった。イギリス軍の司令官は、3万の精鋭を率いるサージョン・ムーアを残して、シントラ協定調査のために、本国への帰還を命じられた。英軍とスペイン軍勝利したことで、 ナポレオン自身が、イベリア半島に20万の兵を率いて行くことになった。イギリス軍は、ブルゴス市近郊で攻撃、ブルゴスの戦いしたが、間もなく長い退却を強いられ、さらに、サー軍の戦い、ベナペンテの戦い、カカベロスの戦いを挟みながら、フランス軍の追撃を受け、1809年1月に、アコルーニャから撤兵しては、ムーアワとして知られる、戦闘中に、 死外防衛の指揮中に戦死した。こうして、スペインの大半がナポレオンのフランス占領下に置かれることになった。わずか2ヶ月余りスペインにいて、ナポレオンは元帥に指揮権を戻し、自身はフランスに帰国した。3月に、スールと元帥は、北の回廊地帯を通って2度目のポルトガル侵略に取り掛かった。はじめは、ミーニョ川でポルトガルの民兵に撃退されたが、シャベス。 ブラガを攻略し、さらに1809年3月29日にポルトを攻略した。しかし、アマランテなどの都市の,の抵抗は、スールト軍をポルトにて孤立させ、スールトは北ポルトガルの王になるか、この国からの退却かの賭けに打って出た。その間、ナポレオンの勝利でスペイン軍を壊滅させたが、スペイン人をしてスペインにおけるフランスの敗北に、 大いに貢献することになるゲリラ戦法を開始させることとなった。ポルトガルではミゲル・ペレーラ・フォルハス戦争大臣が英国から送られた資金と兵力で国軍の再建を行っていた。1806年から示されてきた軍政改革が実行された。最初は2万人の常備軍と3万の民兵が招集された。その後、この数は常備軍5万。 民兵5万に膨れ上がり、オルデンランサスと義勇軍が加わった。1809年4月に、ウェルズリーは英法軍を指揮すべく、ポルトガルに戻った。そしてイギリス軍をホルハスと各地域の知事によって組織され、ベレスフォード将軍によりイギリス風の戦に合わせて改変されたポルトガルの連隊によって補強した。これらの新軍は五月十日から十一日のグリホの 戦いと5月12日のオポルトの戦いで、スールと軍を破った。北部の全都市がシルベイラによって攻略された。ウェルズリーは、新鮮領地が気になる、ポルトガル軍から離れ、グレゴリオ・デラ・クエスタ軍に合流すべく、スペインに進軍した。連合軍は7月27日から翌28日のタラベラ・デラ・レーナの戦いで、ホセ一世率いる王国軍を撃破した。 そこは、連合軍が不安定さを露呈し、すぐさま西方へと撤退することとなった高い代償を払って勝利を収めた場所であった。タラベラの戦いの勝利で、ウェールズリーはウェリントン施策に異された。この年、後に、スペイン軍は、オカナの戦いとアルバデトルメス戦いで、ひどい惨敗を喫した。スペイン軍との共闘がうまくいかなかったことと、 新しいフランス軍を恐れるようになり、ウェルズリーはポルトガル防衛を強化する決断を下した。リスボンを防衛するために、彼はネベスコスタ少佐の計画を採用し、主要道と残豪と土類に沿って強力なホルイ船を構築し、トレス・ベドラス船を形成した。1811年7月に、フランス軍はアンドレ・マセナ・ゲンス率いる6万の軍をもって再進行した。 先端はコアの戦いで開かれた。その後マセナはポルトガルで最悪の道をたどった。9月27日のブサコの戦いで有利な位置にいながら不注意な戦術で敗北を喫したが、英語軍をトレスベドラス戦まで撤退させた。10月14日のソブラルの攻撃の後で戦況が硬着状態に陥るほどに城塞は印象的なものだった。 チャールズ・オマーンの記述によれば、10月14日のオムの朝、ソブラルでナポレオンの潮が最高潮に達し、そして引き潮が始まった。ポルトガル人は前線で焦土作戦の対象となった。フランス軍は補給路の欠如と疾病のために、ついに撤退を余儀なくされた。1811年初頭、同盟軍は新たなイギリス軍の到着で再度増強され、 後世に転じた。フランス軍はカディスの包囲を解いた失策が一因となって3月5日のバロッサの戦いで敗北を喫し、マセナは5月3日から同月5日までのフェンテで、オノーロの戦いが、こ着状態に陥ると、ポルトガルから撤退した。マセナは2万5000の兵員をポルトガルとの戦闘で、失い、オーギスト・マルモンと交代することになった。スールとは、 バダホスを威嚇するために南部から移動したが、ウィリアム・ベレス・フォードを率いる英国軍とスペイン軍により5月16日アブエラの戦いで追い返された。このチミトロの戦闘の後、フランスは退却を余儀なくされた。戦争は一時休戦し、数では優勢でもフランス軍は優位に立つことはできず、スペインのゲリラ活動による圧力が増していた。 フランス軍は350.000を越す兵力が、スペイン軍、エル、アーミーデル・アスポーニアにいたが、その大半の20万を超す兵力が、実戦部隊よりもフランス軍の補給路防衛にあたって、失われた。スペインでは、戦時中に、各地域に作られた噴火で構成される、最高中央評議会が、1810年からカディスに、コルテスを招集し、自由主義的な、 1812年のカディス憲法の草案作りに取り掛かった。1812年の新年早々に、ウェルズリーはスペインへの同盟軍の再編を行い、1月19日にシューダー・ロドリーゴの城塞化された町を包囲、攻略し、バダホスを4月6日に高い代償を払った、襲撃のと同様に攻略した。両方の町は軍に略奪された。7月17日、 同盟軍はマルモンが進軍してきたのでサラマンカに進駐した。両軍はついに7月22日に遭遇した。サラマンカの戦いではフランスは壊滅的な敗北を喫した。ベレスフォード元帥は重傷を負った。フランス軍が再集結したので英法軍はマドリードに8月6日入場し、ポルトガルに撤退する前にブルゴスに進軍した。 フランスの騎士改正の望みは、1812年ナポレオンの悲惨なロシア遠征によって打ち砕かれた。対スペイン軍から3万の精鋭をロシア遠征に連れて行き、増援と交代がつき、フランス軍の優位は同盟軍が1813年に攻勢に転じたので、次第に維持し難くなった。戦術的な動きとして、ウェルズリーは、 補給基地をリスボンからサンタンデルに移した。5月末に英法軍は北へと転じてブルゴスを脱手し、その際、英法軍はフランス陸軍を側面から包囲し、ホセ一世、ジョゼフ・ボナパルトをサドラガーの谷へと追いやった。6月21日のビトリアの戦いで、ホセ一世の6万5千の軍は、5万3千のイギリス軍、2万7千のポルトガル軍、 一万九千のスペイン軍により、大路が狭められた。ウェルズリーは、フランス軍をサンセバスティアンから追撃し追い払った。サンセバスティアンの街は打ち捨てられ、火を放たれた。同盟軍は退却するフランス軍を追撃し、ピレニエ山脈に7月初めに到達した。スールとは、フランス軍に命令を与え、反撃を始め、 同盟軍の二人の将軍を翻弄しまやの戦いと、ロンセスバリエの戦いで解消を収めた。だが、英保軍に厳しく撃退され、勢いを失い、ついに7月28日から30日にかけての、ソラウレンの戦いの同盟軍の勝利の後、敵の軍門に下った。ピレネへの戦いと呼ばれるその州の戦いは、もしかしたら、ウェリントンにとって最良のものかもしれない。 敵との数が拮抗し、ウェリントンは補給路から極めて遠いところで戦っていし、フランス軍はその領域を防御していたが、それでも戦争では稀な機動作戦、衝撃、砲火の組み合わせで勝利した。それは戦争の山場であり、この時ウェリントンは、ポルトガル陸軍を同盟軍の統計と評した。10月7日、ウェリントンはドイツでの戦闘再開のを受け取り、同盟軍は、 ビダソア川を渡り、フランスの国境を越えた。半島戦争は、ベラ峠、ニーブルの戦い、バイオンヌ近くのニーブの戦い、1813年12月10日から14日、オルセの戦い、1814年2月27日、トゥールーズの戦い、4月10日で、同盟軍の勝利で割れた。最後の戦いは、ナポレオン流敬語のものである。 この戦争中イギリスはポルトガル民兵とスペイン民兵を支援してフランスの大軍を釘付けにした。フランス軍との戦闘でイギリスの正規軍が用いる装備より安上がりだったことでイギリはこれらに対し支援を行った。これは歴史上最も成功した非正規兵戦闘の一つであった。スペイン語でこの戦法をゲリラ、ゲリラ、小さな戦争と呼び、これが ゲリラの語源になっている。この史上初のゲリラは、エスポスイ、ミーナ、エル・エンペシナード、メリーの司祭、エローレスダンシャクラが率いて、スペイン全土で対フランス軍活動を活発に行った。半島戦争は、同時代における、ポルトガルの衝撃的な幕開けを表していた。リオデジャネイロへの宮廷の移転は、その後独立することになるブラジルの国家建設の始まりであった。 宮廷、政府、陸軍からなる1万5000人以上の人々が、ポルトガル艦船に乗り亡命できたことは、ブラジルにとってはおまけであり、ポルトガルにとっては、見せかけの恩恵であった。なぜならば、それは独立へのエネルギーを解放したからである。不在感の王に指名された、ポルトガルの知事には、フランスの侵略とイギリスの占領が続くために、わずかに影響していた。 戦争大臣のミゲル・ペレイラフ・フォルハスの役割は独特なものであった。ウェリントンは大臣をイベリア半島でただ一人のまともな政治家と見ていた。ポルトガル軍の参謀と5万5千人の常備軍、5万人以上の国民防衛隊、ミリシアスと様々な数の共同防衛隊、オルデナンサスの全体で10万を超えると目される兵力創設を指揮し、1812年に ロシアの宮廷大臣であるシュタイン男爵に送った手紙でホルハスは焦土作戦の採用がナポレオンの侵略を打破資料を守る唯一の方法として進めたロシアのツァーリーアレクサンドル一世はウェリントンのポルトガル軍戦略を模倣しナポレオンの大陸軍を飢えさせるために戦闘を避けるよう命令したフランス帝国との戦争で試練にさらされ訓練され 実戦経験したポルトガル本土残留の新しい階級層は、新生ポルトガル独立を主張する点で、本戦争における旧来の指導者層に多大な影を与え、フランス革命に並ぶものでもあった。ベレスフォード元帥は1814年以後も、ポルトガル陸軍、霊下に160人ほどの英軍将校が中核となるの司令官、国王がまだ、 ブラジルにいるの一種の植民地総督として残留した。彼のもと、ポルトガルの新政策が策定された。これは、ルソブラジル連合王国のあり方、アフリカの植民地における奴隷供給問題、ブラジルの産業、ポルトガルとの交易など、今後の国家計画が定まった。しかし、1820年までに、これら全てが破綻した。ポルトガルの半島戦争に参加した。 古軍将校はイギリス軍人を追放し8月24日にオポルトで自由主義革命を開始したポルトガルにおける自由主義体制の樹立は1832年から34年の内戦終結後に決実されることとなる新国王補正一世ジョゼフ・ボナパルトは当初フランスとの協力関係で近代化と解放が得られると信じていたアフランセサドス 親フランス派のスペイン人に歓迎された。一つの例が異端審問の廃止であった。しかし、聖職者と愛国者は人民を煽動し、実際にフランス軍が抑圧する事件、1808年、マドリードが起きると侵略者に対して人民を団結させ勇気づけるまでに拡大することになった。スペインに残っていたものはフランス軍に従ってフランスに脱出した。 画家のフランシスコ・デ・ゴヤはこれらをフランセ・サドスの一人であり、戦争後に告発されたり臨中を受けないように、フランスに亡命しなければならなかった。独立支持派は、伝統派と自由派双方にいた。戦争後、新国王フェルナンド七世、待望の人、後に、まよえる国王が、各地の連合をまとめ上げ、フランスに抵抗すべく、カディスで召集した立議会が行った、 社会的前進を向こうとしたために、カルリスタ戦争で激突することになった。フェルナンド7世は、絶対君主制を復活させ、自由主義を標榜する者を全員起訴して処刑し、最後の悪行は、マナ娘のイサベル2世のために、王位継承法。当時のスペインは男子にしか王位継承権は、与えられなかったを変えたことであり、したがって、旧法での王位継承者である王の、 弟ドン・カルロスの支持者との内戦の世紀が始まった。半島戦争により、外国の抑圧的支配から逃れたはずのスペインは、それ以上の混乱、後輩を自国民同士の争いによって引き起こし、スペインは百年も後退してしまう。しかし近代化に対する、スペイン人の渇望は、やがてリエゴ革命等によって現実化されていくのである。 自由主義議会は1812年3月19日制定のスペイン1812年憲法を可決した。それらは後に王によって破棄された。一方、植民地だったスペイン領アメリカではクリオーリョが各地の資産次会にてフェルナンド王に対して忠誠を誓う連合組織を結成した。この自治の経験とフランシスコ・デ・ミランダらによる独立への動きが元に なって、後に、自由主義者、リベラトルスに、スペイン領アメリカ植民地の独立を促すことになった。シモン・ボリーバルも、その一人である。また、この戦争中フランス軍は、カトリック教会の大量の財産を多く略奪した。美術品はフランスに送られ、教会と修道院の建物は、馬小屋や兵営に使用され、スペインの文化遺産が深刻な打撃を受けることとなった。 加えて、英語軍がスペインの都市と農村を略奪した。戦争の影響は、スペインの経済を著しく低下させ、19世紀の停滞をもたらすことになる。諜報活動は1810年を過ぎると、イギリス軍の戦争遂行に大きな役割を果たした。スペインとポルトガルのゲリラは、フランス軍の密集から通信分を奪取するよう依頼された。 1811年からこうした文書類は一部、または全文が暗号化されていることがよくあった。ウェリントンの参謀、ジョージ・スカベルは解読する任務を与えられた。はじめは使用する暗号は、かなり単純で他の参謀の助けをもらった。だが、1812年の初めには、さらに難しい暗号が、独創的に外交文書用に改定され、使われるようになると、スカベルは、 解読を進めていくことに夢中になった。解読作業は、フランス軍の動きと配置に関する知識が、上記の交戦で、大きな成果を収める結果とともに徐々に進んでいった。フランス軍は、暗号が解読されているとは知らず、ビトリアの戦いでその暗号表が奪われるまで、使い続けた。プロスペルメリメの小説、カルメンからこれを元にした、ビゼイのオペラ、カルメンは、 この戦争中の設計である。ザ・シャープ S シリーズ by ベルナール・コーンウェル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。